ちょっとすげえから見て見て見て、これ一回足したでやってたんだけどさ、キコーラの兜、ちょっと見て見て見て、これ来たやん、ちょっと見てください。あ、俺忍者初めて使うわ、そういえばこの戦いで見てとか言ったけど、違うんすよ、これブレイクと並び替えをしたんすよ。何これ遅っ。あ、え、激風キャノン溜まる、よせやちょいでこれ前回ビッグガン撃つじゃないですか、撃ったら最後に変える。あれブレイク入ってない、騙された、違うんすよブレイク、そして最後に変える、あいつじゃライジング、そしたらすぐにジカロウに変えてスマッシュ、おらおい、すごい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 、見たかお前、超かっちょいいやん。店で売ってる武器を買います。いや店より強いじゃねえかよ、普通に攻撃力さえありゃいいやろ、エンシェントキャノン見た目的にもまあ悪くねえな、店より強いな、店よりで強い、最低限だろ、最低限はあるから多分力は強えな。7コーリもでもこれぐらいにしとくか、ローンバスチップ、バスチップのエルダーナックル、なんかニアは防御ガード率とか上がりゃいいかなと思ったんだけど、まあこれでいいや、100コーリ上がっちゃえばなだいぶ強いだろうな。いや白虎お前やべえぞ、その攻撃力は。ローンバスで行くか。ミアはこっち、こっち。うわ、次、やべえ。すいません、ほんと。何もつけてなかった、結び。光は、まあ、上のが効力が高い。光はクリティカル率。ああ、だって、光はクリティカル率だ。これめっちゃ光って強くない？光はとにかくクリティカルでいいな俺。いやクリティカル 40% ってやべえな、どうなんだろうこれ。筋肉50プラスっていうのすげえな。うわこれビア、これなんか朱雀の返すれ、ちょっとよくわかんねえな。トキハもどっちが強いのかわかんねえ、最大値500上がるからレガシーの方がいいか。で、カグチはこれだな。おい、なんで？うわめっちゃ強くなるよ、これ。ガード率が。いや、バッサラは、いや、でもこっちでいっか。攻撃力と防御力が両方とも強くなっていいな、このチップ。うわ、ライコもひでえ。ライコガード率やばっ、なんだよお前 59% だとほとんど食らわねえじゃねえか、そんなの。全員分買ったな、とりあえずは。ミスより割と強いね。なんか光さ、クリティカルが出るとさ、アーツが増えていくやつマジ強えな、あれあれはやばい、病気だよあいつ。火花ちゃんに関してはちょっと、火花ちゃんな、コメントちょっと、ありがとうございます。前回火花ちゃんに関してはジークにその派、つけろ派とニアに移せ派がちょっと分かれていたんだけど、いやこのメンバーにしてから一回も戦わずにメンバーチェンジとかになっちゃうよ、そんないろいろ火花とか来てたら。だからちょっと、とりあえずこのメンバーで少し やるわ、ちょっと火花めっちゃいいんだけど、火花めっちゃ正直めちゃくちゃいいんすよ。めちゃくちゃいいんすよ。もうね、俺の中でリンネは確定枠なんだわ。で、サイカーも確定枠になってるし、あと1しかないんすよ。そこに火花を入れちゃうともうマジ女の子女の子やん。あまあまやで。あまあまだよな。あれこれ階段が見つかんねえぞ。アビリティはあるあるだ。俺アビリティ言ってるけど、衝撃の事実。なんと、アバリティアらしい、ここだ。多分アビリティアが正しいと思うんだけど。例えばあのマーク、このトロフィーマーク、ちょっと見てください。
このトロフィーマークに気をつけろということが運び屋マクシムとか、これ職人依頼か。何？え、これ何？これ何で意味があるの？雲が来る、いっぱいあるから。なんか意味あんだろうな、これ。でもわかんねえや。いやいや、失敗からめちゃくちゃ送ったろ。100万ぐらい送るぞ。バーン会長からの報酬を9万ゴールド仕送りし、最近も9万ゴールド以上仕送りしたぞ。え？十分じゃないかって言われた。これ何なんだろうな。何で意味があるんだろう。明けない夜はないんや。明けない夜はね。朝のお茶会を始めるぞ。あ、もちもち。俺めちゃめちゃサルベージしたから大変なことになってさ。ちょっと聞こうぜ、これ。めっちゃすげえことになってるだろう。いや、シャルベージはやべえ。レックスいないけどいいんかな。1000払ったぞ。キノコ尽くしサルベージャー、レックスのサルベージャーなんか絶対上がってるよ。これやばいぐらい上がったろ。2級に昇級も。いや、これどんどんどん上がっていくやつだよ。2級の出前はこれまでのもちもちの人生で2人しか見たことがない。え、まあ2級程度で。バーン様の父親と、そしてもちもちのなんとかも。祖母は、それはもう、なんだっけこれ。一度のサルベージャー、必ず死を変える功績を持って帰ってきたものも。え、それって凄腕すぎない？一回行ってきまーすって言って毎回白い箱が出てくるの？あの白い箱めちゃくちゃ出ないよね。俺なんか序盤の方に一回すぐ出てさ、なんかまだ白の上があるとか思ってたけど、なんかあれ本当下手すると30回やって一回も出ねえぐらい出なかった。ゴールドシリンダー使ってんのに。今はもうなくなってしまったから伝説サルベージャーと呼ばれているもん。レジェンドサルベージャー。あ、すげえ。2級でレジェンド。あ、すげえ。プレミアムシリーズ3個もらった。ああ、やばい。何ギャラクシーキューブって。英雄の腕輪だと。やべえな。もう一回出してみよう。いや、どんどん上がって、まあ、上がってんじゃん。やべえ。また上がっちまった、これ。ノード人生、レクサムの凄腕は見たことがないもん。そのさっき、先ほど聞いたレジェンドよりも上なのかも。神々しいオーラを感じる、ピカピカ眩しいくらいも。後ろに拝みたくなってきたもん。ありがたいもん、ありがたいもん。ゴッドサルベージャー。めでたいことだけど、残念ながら一級上はもうないもん。初級祝い。もちもちランク付けさせてくれたこと、今となったら光栄に思う。なんだこりゃ。マスターアタッチメントだと？マスターアタッチメントって持ってなかったっけ俺。やべ、ちょっとね、どんなのなの。全部の攻撃力が 10% 持ってたわ。オートアタックが命中した時、確率 50% で2回攻撃発動する？何？遅い字、え、これすごくないか。遅ければ遅いほど、と思ったけど、早ければさらに早くなるだけのことか。別に自軸向きってわけでもねえけど、自分レベル高いでこうしたけど、自己ダメージ 50%。これもすげえな。待ってくれ。オートバランサーとチームベルトつけてるんですよ。この組み合わせは、すごい強いと。弾かれなくなる。めっちゃ筋力落ちるんだけど、これ外すと。めちゃくちゃ筋力落ちるな。2回攻撃発動する。これ絶対強いよな。ギャラクシーキューブ、くそ、つけるしかねえ。ちょっとあのですね、裏でかなり傭兵団任務をやっていていまして、でちょっとね、サブクエ中だったんでふと思い出した。いや7コーリーお前やばいぞこれ絶対。ステータスが期待も8、ルックス6、ソウル6、セタラク40人。え、どういうこと。え、ちょっと待って。え、5000人って何すればいいの。え、俺なんかてっきり8000人ぐらい集まってると思ってたんだけど。
え、とっくに終わってると思ってたんだけど。何1740って、1740って何？1740って何？1740ってなんだ？ちょっと待ってくれ。俺あんまりやってないと思うでしょ、1740って数字を見て。俺すげえやったんだよ。え？ちょっと待って。めちゃくちゃやったんだぞ。ふざけんなよ。ちょっと待って。おい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 。ちょっとどこにある？めっちゃ流れちまったじゃねえかよ。ルックススタンプ47個じゃん。いや、それじゃないんですよ。ボーカルスタンプ99分の98だぞ。いや、めっちゃ偏ってたのか。そのせいかもしれん。ソウルスタンプ32。これさ。え、何これ、ね、1740って何？マジびっくりしたんだけど。え、これで貯まるんだよね、人って。やべ、わかんねえ。え、これ1回で2なんだよ。ちょっと待って、考えろ。頭おかしくなりそう。1回で2個なんだよ。10分かかって。まあ、10分だけど、実際7分とかだったんだけど。7分かかって、こう、1回受けて 2個なんだよ。それを俺さ、99とかさ。え、これかなりやったんだぞ、俺。まだまだ甘いということか。え、で、それにしてもこの人数はなんだこれ ?1740 って何 ?5000、これ半分と、半分余裕で言ってないやん。うわぁ、なんだよ、これ。頭おかしなる。待ってくれ、これちょっと7個売りやばいじゃん。あ、でもあれか、俺そんなあれか、これだってあれだもんな、よく考えたらあれだよな。5まであるのに、まだこんな、そんな終盤まで行ってないのに5にもうなろうとしている浅はかか、さすがにそれは。なにこんなのと思わんかった。いや、もうとっくにやっちまったと思った。え、この、リンネとの差はなんだ？リンネなんて一瞬だったじゃん。え、ちょ、すげえショックだわ、俺。え、じゃあこれ何？俺の、この一生傭兵団ばっかりやっている生活は七光流育てる上では普通だということになってしまうぞ、これは。みんなこれをやってんだよな、七光流やってる人って。じゃあもう一生傭兵団やって、こうなんかこう動画とか見ながら傭兵団傭兵団やってんのか。ふざけてんな、七光流め。七光流が可愛くてよかったな。これがもしさ、おっさんだったらよ、おっさんブレードだったら誰がこんなことやるよ。七氷だからやるんだよな。七氷ショックから立ち直れねえ。七氷ショックはショックすぎる。くそ。あの日々を倍やっても3000。うわ、頭おかしいだろ。うわ、くそ。このマークはあれなんですよ。落ちたが。あのマークやると傭兵団任務が増えていくんだよな。あれ、これゴルトムントもうない？ゴルトムントの、あ、ゴルトムントクエスト終わったかな。で、こっちになんかあるな。このとこ来たの久々だ。アッシュよ、帝国の野郎ども。最近どう？最近どうとか何？そういうそういう感じになったのか。もうなんか俺らいいとは言いません。どないしたんや。ボルグの調査に出た外獣研究員と護衛の兵士たちが予定日を過ぎても帰還しないのです。最近住民や行商のノッポに被害に出ていたので対策のために調査だったんです。3人つけた兵士のうち2人はドライバーです。戦力には問題ないはずなんですわ。へえ、こうしていられないよ。人手不足の中、貴重なドライバーが2人も帰ってこないのに。ドライバー貴重なの？なんか俺捨ててんな。あの、リリースしたドライバーって多分こういうとこで、こういうとこに行って働いてんだろうな。俺がリリースした奴ら。ほら、私は手伝ってやるぞ。報酬は20万ゴールドじゃ。リンネが喋ってる。ほらほら、報酬は常識の範囲内でもらおうよ。あ、すげえ、ちゃんとこう、ニアとのやりとりがある。あなたともブレイド、なんと頼もしい。ボルフの目撃情報に多いバーナスク大滝付近で調査を行う予定でした。なるほど、初心者の背中の下には大きな滝ですよ。そんなのあったっけ。消息不明。あ、人は倒れている。助けなければならない。
死体だと？間に合わなかったか。研究員はおらんみたいやな。どっか逃げおったか。え？何言ってんの？コアクリスタルは見慣られてもたか。あ、こいつのクリスタルか。くそ。もうわかんな。噛まれたみたいな傷やな。いやーこれ相当えぐいことになってるだろう。なんかの足音か、うん、食われてんだろうな。そうですね。よしよかった。これくらいなんともないのですが、忍耐力あるな、うちのメンバー。足音おいしそうや。行ってみようか。よし、これ発動しなかったらめんどくせえことになってたんだよきっと。このぐらいのレベルに負けてるようじゃちょっとここを調査するべきではなかったな、この人たち。何これ、え、これ正気か。スザクのやつじゃない？あ、悪性正気。熱せよ。闇属性の力？え、そうなの？よし、出てきたぞ。これならどうでしょう。この力で。熱せよ。行くぞ。よし、いいぞ。過去に思いを馳せるのも。これは興味深い。ダークディフュージョン。フュージョン。え、これ。クエストとは別なんだろうけど、てか俺いちいちこれ初キャッチするとめんどくせえな。クエストとは違うんだろうけど、やるしかねえな、こうなったら。おい、行くぞ。この下は気になるぜ。うわ、新たなロケーション発見しちまったぜ。洞窟だ。どれ？クエストをやるはずなのに、変なとこ見つけちゃったな。気をつけろ、落ちないように。下はなんか雲海か。どれ？森にいると心が落ち着きます。わーい、木がいっぱいだぞ。え、何これ。これ雲海がもっと下がってる時に来るべきだったのかな。もっと下があるだろこれ。なるほどね、雲海が下がってる時にここに来てみよう。まあ、まあまずこれは足跡追いましょうよ。え、足跡消えてる。あるあるある。やべ、夜になっちまうぞ。夜になったら操作は困難だ。夜明け前に見つけ出せ。あれか、おお、ボルフの死体。えらい大きい傷跡やな。ボルフが何か押されたんか。桃！また足跡が今度は大きいで。うん。忍耐力にはもう定評があるから余裕。5ぐらいやっても平気だわ。4だったわ。追っていくぞ。いや、ここの敵ってめちゃめちゃ強かった気がするけど、なんか俺レベル追いついたな。嬉しい。てかめちゃめちゃ足跡でかくないこれ。こんなの無理だろ。こんなの追っていい足跡じゃねえぞ。いや、追っていい足跡じゃないよこれ。殺されるぞ俺たち。いくら雷豪のジークと偉そうに言っててもこの辺にいる普通の野生の生物に負けるんだよこのゲームは。俺には見える足跡が。あれか、研究員だ。なんだ、あ、無理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 。いや、あれは無理よ。いや、無理だって。いや、いける。無理。いや、無理だ。なんだよこのクエスト、無理に決まってるじゃねえか。逃げるんだ。え、逃げられないだと？なんなんだこれ !91 レベルのクエスト？え、こんなにいつクリアできるんだ？何か、何か裏があるのか？ん？あ、よかった、イベント戦闘だ。なんやこいつ、強すぎやろ。ECJ の決断の時が来たもん。え？撤退するやろ。戦う？やべ、
いや待って、なんかあるかもしれん。普通戦いにならないだろ、普通にバトルにならないでしょ。あ、無理だ。いや、これを倒しちゃう人もいるんだろうな。しょっぱなから全力で当たらんとな。無理すぎる。これはえぐいって。やばい、それただやられちゃったから、これ多分戦闘途中で終わらないぞ。上に入らねえ。負けるわけにはいきません。さすがやな。そう、いやでも意外と耐えてるよ。なんだって。いや、このゲーム面白いよな、こういうの。こういうなんかゲームに出てくる、なんかもう多分このゲームに出てくるラスボスよりもこういう普通の生物の野生生物が強いっていうのが面白い。いや、ちょっと待ってくれよ。さっき逃げで選んだから多分イベント進んだんだろう。もう一回逃げで出てくれ。モータルガトリン崩れろや。下がっとけ。いや、逃げで出ないの、これもうやっちまったか。うわぁ、やべえ、やっちまったか、これ。なんでやっても無理した。あいつなんでやっても無理だし、選択肢出なくなっちまった。もう倒すしかなくなったんじゃねえかと思うんだけど、あれ。だとしたらしばらく倒せねえじゃねえかよ。90ってなんだよ。80ぐらい上げねえと無理だろ、最低。くそ。もうこういう状態だわ、エリコ。わかるぞ。ユーツだ。どうしたんすか？詳しく喋ってほしいもん。グラの、首根っこの方にあるノキルは、なんだっけこれ、伐採場で働いてるんだ。毎日に木を切ってるんだが、切った木は数十本なくなったんだよ。そりゃすげえな。これは切るのも大変だし、重いから運ぶのも大変なんだ。いや、力を合わせても一日に5本ってところだ。それを数十本盗むなんてやるせないよ。盗んだやつ相当すげえな。当時は手伝いはあっという間に解決するもん。ほんだな、ジカラオとかクマリンに運んでもらおうぜ。この風呂に乗せるという手もある。伐採場には喜ぶだろうな。俺なら誰が盗んだのか、とんと見当がつかない。相当な怪力の持ち主だろうな。よし、やるぞ。もうまたいっぱいあるな、こっち来たけど。エリクに頼まれて泥棒探しをしてくるの？かわいいな。犯人は知らないけど気になる情報ならあるわよ。もう少しで、もう少し詳しく聞いたら良さそうだね。ナナコーリはどう思う？もっと詳しくがいいと思う。ナナコーリに聞く意味ある？うちの旦那の話なんだけどね、グーラのお尻のあたりにセイガルエリクっていうのがあるの。その近くの滝つぼ付近に小屋があるの知ってる？そこに木材がたくさん積まれてたんだって。あそこには誰も住んでいないはずなのに、おかしいと思わない？ああ、それが犯人なんじゃない？私が話せるのはこれくらい。ライゴンのジークの話は一緒に解決や。そうだな、ライゴンのジークだもんな。でけえ、こんなの運べねえよ。誰が運ぶんだ、あんなの。シネブがあいつの考えそうなことだ。情報を隠してあいつに憎まれるのは嫌だから話してやるよ。ありがとう。なこれよう言えたな。最近この真っ最初の様子をなんとかってるやつらを見かけたんだ。ここの木材ですぐ警報を立てるためだろうな。あ、じゃあそいつらじゃん、犯人。誰だと思う？ターキンか。ご明察だな。やっぱりターキンだよな。なんかターキンいつもそういうことしてくる。あいつらよく運べたな。力なさそうなのに。あいつら言葉が通じるやつもいるし、木の家を建てたりもする。すげえな。猿よりまるほど知恵がある。この木材欲しがるのもおかしくない話だ。まあ俺が知ってるのはこれぐらいだ。ターキンすげえじゃん。人と共存していけるのにな。話せるんなら。おい、悪いことしてるターキン。あ、ここに声あったな、そういえば。すげえ序盤に見たわ。ほんと序盤な、懐かしい。
あの小屋懐かしいな。なんかもうパート5とか6ぐらいであの小屋の周りに行ったんすよ。この声がターキンのっすか。お前らのせいだぞ。なんだかんだってターキンのところに来た。質問があるんやけど。誰だ。なんか可愛くない？言葉が通じてたら友達になれると思うんだよね、俺。ゴキブリとかでも話が通じたら友達になれると思うんすよ、俺。知らない奴だ。盗んだ木材を取り返しに来たとか？まさか、ここで我々の夢を壊されるわけには。いいじゃん、木材ぐらいあげようぜ。なんか可愛いよ。やるしかない。もう話を聞いてくれりゃいいのに、ちゃんと。言葉が通じるけど言葉が通じねえ野郎どもだ。叩き切るしかないのかこれ。レベル7だと。かわいそうに。ブラインドエリアの間に。トータルガトリン。成功な記号。花マリア。モフモフなジャボラボラ。お前の相手は花でしょ。そうだ、大活躍だったもん。確かに。ターキン殺しちゃったの？ちょっとかわいそうだな。夢のためにこうやって金で住んで頑張って小屋を建ててたんだぞ、ターキンは。これからどういう風なお城を作ろうとしてたんだ、きっと。でっけえ城作ろうぜって。でもターキン自分で木ぐらい切れねえのかな、あいつら。よっしゃ、行くで。俺はターキンの夢を壊して悲しくなっちゃったよ。戻ってくれたか。どうだった。実はな、やっぱり犯人はターキンだったんだな。それでターキンは木彫りを落としたって見せてくれよ。はい。これはものすごく細かい類まれなる芸術品だ。木をこんな繊細に丁寧に扱わないで、ターキンにも木を愛する心があるんだな。いいこと思いついたぞ。このスペルに一周すれば大儲けできる。クソ人間の汚え考え。ターキンで有効的になり、木材を出して木彫りを作ってもらう最高アイデア。いいね、それ。ってしまった。ああ。やっぱ殺しちまったのか。ごめん。悲しすぎる。やっちまった、どうしよう。この木彫りをトリゴの町のアクセサリーに持ってきな。ああ、なんちゃって。いい、今木彫りを一匹だけ倒して木彫り拾った状態で逃げればよかったのかな。あ、しまった、これ。失敗したな。今、そういうことだったんじゃないの。一匹倒して木彫りを手に入れた状態で逃げればよかったんじゃないの。いや、そんなわけないでしょ。そんなの誰がわかるよ。いや、そうだとしたら、ターキン本当返せなくした。ターキンと人間は友好的になれるというまさに俺の考え通りの展開になったかもしれないのに。くそ。木彫りのアクセサリーに加工してほしい。芸術的な木彫りだね。人間技じゃない一品だ。加工するとき珍しく緊張しちゃったよ。こういうの作る職人尊敬しちゃう。うわ、殺したぞ俺。なんてこった。マジかよ。モヤモヤするな。木材を盗んだ犯人はターキンだった。ただしそのターキンは芸術的な木彫りを作る職人だったよ。エキスパンションパスクエストだったのか。マジか。いや俺は悲しいな。お前もそう思うだろう。ターキンと仲良くなれると思ったのには、自らの手で殺させるなんてひでえクエストだぜ。そういえば木彫りのターキンって何なんだろう。アイテムとかそういうかな。オートアタックがめっちゃ強い。 HP が4ダメージの 5.5% 回復する。え、強くないこれ。何、例えばジーグだったら2000ぐらい与えるとするじゃん。2000の 5% って何。1% は20だし、ここ500ぐらい。へえ、強いな。
でもちょっとジーク装備できないんだよな。ちょっと俺ノッポにでも装備する伝令手術とヘイトが増えるやつとこの余ダメージ、火ダメージが下がるやつつけてるけど、トーテム像に変えるかな。あ、与えるダメージが減るってちょっとマイナス効果できるしな。これにしよう。まあ仕方ない。あ、そうだ、気になってたことあるんだけどさ、このゴールドノッポンの仮面ってあるじゃん。これさ、ほらメリフが星レアリティ3のやつつけてんだけどさ、トラのつけてるやつレアリティ1じゃないですか、上のやつ。でも説明文が全く一緒なんだ。ヘルトが毎秒少しずつ増加する効果大っていうのが、なんか違いあるのかなって。グーラも終わっちまったな。なので次はこの村に来たけど、ここもなんかあるかな。2つぐらいあるな、とりあえず。デルフィナちゃん、このキャラ可愛いよね。おかしい、どうかしたんか。お前その仮面がおかしいぞ。でもこの仮面が可愛い。このところフレースベルヨイダの任務が円滑に進まないのだ。討伐対象がすでに討伐されていたり、採集場が荒らされていたり、何らかの意図的な妨害が加えられているとしか思えない。困ったもんやな。傭兵が増えたのと妨害されるようになった時期は重複しているのだ、重複しているのだ。新しく加わった傭兵の中に密偵が。考えたくはないが可能性は潰しておきたい。で、穏便に私たちに任せてみない。かけすぎると思うよ。バンダムの意思を継いだ君たちなら信頼できるか。ではこうしよう、私たち加わった傭兵たちと討伐任務に行ってほしい。不審な動きがないか観察してもらえないだろうか。新しく加わった傭兵たちが疑うってことは、3人を呼ぼう。集まったな。え、これが新しく加わった傭兵たちなの。まずは自己紹介を。レックスです、初めはします、よろしく。このレックスって人怪しいな。なんか明らかに見た目が怪しい。悪いことしてそう。バイバイでもよろしくば。まあ、これは可愛いし違うだろう。銃ですよ。これは女の子だし違うだろう。アーテム。怪しすぎる。いや、討伐にも任せたい。露骨に怪しいのいるんだけど、マジで。